ねえ、ダダ何買ったのこれ。ひなみの誕生日プレゼントだよ。あげよっか。あげよっか。めっちゃ重かったよ。ママめっちゃ重かった。よし来た。こっちだ。ダンボールの中にダンボール。よいしょ。この下のダンボール取って。え、まだ出てきた。玉みたいな。なんかやばいやつやな。なんかついた。なんかついた。マジこれ。とんでもねえもん買ってくれたんじゃないの？なにこれ。見て、すごくない？泳げるでは。どっこいしょだわ。うわ、空気送り込むやつやんこれ。なんだよ。ちょっと空気入れてみる、せっかくだから。怖くないの？怖くないよ。3ピンのコンセントがなかったので、ちょっと外のコンセントから引っ張って、ちょっと網戸越しにやっていきたいと思います。やばいやばいやばい。お家がのめり込まれる。どうなってしまうのでしょうか。これちょっと空気をね入れなくなるとしぼむね。これは夢だよね。人生でこんなバカでかいプール買うことになるとは思わなかったよ。お耳いきます。お耳が行ったり行かなかったり。いいよいいよ、買っちゃいな。人生でこんな買い物しないからダーには感謝かもしれないね。ね、ボーナスも出たんでよしとしましょう。夏は退屈しなそうだね。お耳？お耳はいいよ。ケーシおいで。早くやる。これ外持っていこうぜ。これ持ってこれ。外は今日はない。危ない、今お耳落ちるかと思って。ニーニーがいらなかった。いけケーシー。シュー。オッケー。大丈夫だよ。Thank you.
んなきゃダメだね。あ、一番重い。いや。あ、これリゾートさんやっていくの？またやりたいよ。さあもう一回クッキー。やだよ。また続きは夏休み外で遊びましょう。土日じゃないの？ひなみさん。これがぶっ飛んだダダからの誕生日プレゼントです。つばつけるか。